どうも、レゴラジです。突然ですがレゴラジ、大発明しちゃいました。早速ご覧ください。スマホスタンド。やばくね？これ欲しいでしょ？大丈夫です。一家に一台あると言われているあれを使うだけです。ブロックは寿司。超簡単、これにミニフィグをくっつけるだけです。完成です。他にもブロックは寿司の使い方はいろいろあります。こちらの動画もチェックしてみてください。ということで、スタートです。よろしくお願いします。改めまして、レゴラジです。ブロックは寿司の使い方は無限です。他にもあるよという方はぜひ画像付きでツイッターに送ってくださいね。ということで、スターウォーズ週間4日目はこちら。今回はみんな大好きバトルパックです。こちらも大量に購入した人が多そうな製品ですね。レゴラジは2個買った記憶があります。これはすぐに組み立ててミニフィグコーナーに飾りました。こちらはブックオフにて1950円で購入。前々回同様に中身は確認して購入。ミニフィグは揃ってると思いますので、砲台のチェックがメインです。今回も一度バラしてから組み立てて確認します。今回のこのシリーズですが、おそらく全部同じ人でしょうね。過去3つともちょっとずつ欠品してます。それでも、ミニフィグを抜かずに売ってくれたことには感謝です。中古購入は、必ず中を見てから購入しましょう。2枚で買うと大変なことになりますわら。それでは組み立てていきます。完成です。それではごゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。ファーストオーダー、シャトルパイロット。インカム付きヘッドですね。ファーストオーダー、クルー。ヘッドとヘルメット以外は同じ。ファーストオーダー、
ストームトルーパー XQQ。 いやーやーやー、名前はよくわかりません。日本語で実行者でした。ちなみにハンドガンが3つ欠品してました。ここで製品説明のお時間です。こちらのセットは2018年リリース、92ピースでミニフィグは4体付いています。現在 Amazon では4200円でした。概要欄にリンクがありますのでチェックしてみてください。乗せてもかっこいい、珍しい。それでは今回もやりましょう。あいつをやっつけるコーナーのお時間です。先に言います、本当に狙うのがうまくなりました。侵入者発見、侵入者発見。ヨモヤ、ヨモカを忘れたか。上様の顔をかぶる偽物である。撃て撃て。毎日やるとうまくなるもんですね、わら。ということで、今回はバトルパックでした。ご視聴ありがとうございました。